おはようございます。おはようございます。準備運動しながらでいいよ。ということでリンゴルフで LPGA から撮影許可がおりましたので、エプソンの最終戦を全部伝えていきたいと思います。お願いします。ということで解説をしなきゃいけないんで、もう一回、ユリカ選手とラウンドしようかと思います。コースを勉強していこうと思います。ユリカ選手、今日はユリカ選手のアンダーパーチャレンジということで、1アンダーごとに100ドルずつ差し上げます。5アンダー500ドル目指して、はい、優勝を目指して頑張ってください。ありがとうございます。ということで、あのティータイム迫っておりますので、行きましょう。1番ホールパー5です。正面のバンカーは270で届きます。フェアウェイは左から右に傾斜があります。よろしくお願いします。おー、ナイスショー。練習なしで最初のショットにしては。1番パー5、2打目地点に来てます。狙い目はバンカーの右エッジから5ヤードぐらい左に寄った上空を通過していくと最高です。おー、ナイスショー。ドローがかかってコースなりに、今日はちょっと違うような昨日とそうですね、練習ラウンドしたので、うん、今日は頑張ります、はい。ユリカ選手ナイスショットですが、ちょっとラフに埋もれてます。なんとか寄せ1バーディーなるか。15ヤード約。おお、ナイス。いきなり寄せ1バーディーになりそうじゃない。ちょっとね、俺入れないとダメじゃないね。約80センチ、70センチ、バーディーパット。うん、ナイスバーディー。おお、アンダーパーチャレンジ1アンダー。今んとこ100ドル獲得中。2番パー3、今日は175ヤードです。私はすっかり最初にオンしてしまいました。ちょっと右目だけど、お、フレンドリーバウンドでピンに寄ってってます。あ、まだ寄ってってる、寄ってってる。あ、すごい寄ってる。すごい寄ってる。ナイスショット。見事ワンオン。約4メートル、スライスライン、下りのスライス、思ったより結構速いです。私は大オーバーで3パットをしてしまいました。傾斜は間違いなくスライスの傾斜です。 80% というところでしょうか、傾斜と。惜しい。ナイスパー。ナイスパー。はい。3番短いパー4にやってきました。ここの狙い目は3つあるバンカーの真ん中のバンカーの左より、左半分ぐらいが狙い目です。ナイスショー。触れてるね、今日。いや、昨日やったので、本当に。ユリカ選手、ドライバー当たってきております。331ヤードでしたが、この左のバンカーにギリギリ届く距離です。もっとナイスショットすると、本番は気をつけなきゃなりません。ん？ちょっとショート？お、いいよ。ナイスショットじゃん。ショートかな、ちょっと。チョイショート、チョイショート。サマーホール、グリーン上に来てます。ユリカ選手、パーオン街道まっしぐらバーディーパットです。上りのチョイフックラインか、どっちに曲がるかはちょっとわからないけど、左の方が高いような気がします。バーディーパット。
ナイスパー、打ち切れませんでした。ナイスパーでした。さっきの俺のショットビデオ撮りたかったよ本当に。本当ですね、撮ればよかったですね、うん。4番ホール409ヤードパー4です。左のバンカーは届きません。右のバンカー230ヤード。おお、ナイスショー。第2打地点に来ています。なんと見事280ヤードドライバーでした。残り128ヤードさあ、またパーオンなるか。おお、筋ってる。多分乗ったと思う。いや、見えないんだよ老眼で。いや、見えないですね。さあ、グリーン上に来てます。さあ、おうちバーディーパットです。今日は絶好調。ドライバーがうなりを上げております。280ヤードドライバーから128ヤードのショット。さあ、大1です。ちょっと読み切れませんでした。まあ基本的 OK だけど、練習してください。ナイスパー。ということでパーでした。今日のユリカをアウトドライブすると気持ちいいな。やめてください。結構今当たりよかったよ俺。完璧だった。おお、ちょっと右に老けてるけど大丈夫そうだな。コースなりだな。昨日の俺と同じようなとこじゃないか。はい。今日私は、動画に出ることはありませんが、このホールなんと2人ともフェアウェイで、会心のショットをゆりか選手が打ったにもかかわらず、私のボールの方が飛んでおります。つけた球って言ったじゃないですか。さあ、竹内選手にアウトドライブされた谷田選手、第2打目です。153ヤード、ピンの左。ナイスオンですが、ちょっと距離を残しております。好調ゆりか選手、またもやバーディーパットです。約8メートル、上りのかなりスライスラインです。ちょっとオーバーしてしまいました。ナイスパー。好調だね。ワンアンダー。ゆりか選手、ここ右奥ドライバー飛びすぎるとまずいので3番ウッドでバンカーとバンカーの間狙いです。よいしょ。コース沿いショートカット、ナイスショット。さあ、ショートカットでちょっと息危なかったですが、3番ウッドナイスショットでした。残り130ヤード。おお、筋いってるよ。見えない、見えないけど筋いってたよ。調子いいね。池柄にパー4、見事パーオン。これはほとんど直角に曲がりそうなパットです。届かない、打ってない。これは OK だけど打ってください。はい、ナイスパー。パー5、左のバンカー240ヤードで入ります。バンカーの右エッジから木の間フェアウェイ。
狙い目です。おお、ナイスショー、ど真ん中触れてるね。今日はグリーン手前にバンカーがたくさんあります。それを避けるため190のレイアップ。うん、よいしょ。今日のゴルフはあれだね、テレビゲームのゴルフだね。あとパター決めたいです、パターパター。さあパー5第3打目になります。残り70ヤード、ビシッとバーディーチャンスにつけることができるか。おお、ナイスショー、寄った、結構寄ったよね。おお、絶好調じゃん。さあパー5、見事竿一バーディーパットです。さあ現在1アンダー、アンダーを増やして賞金を稼ぐことができるか。今日はアットイズマネーです。今のとこ200ドルペースです。さあ砲台パー3170ヤード、左は罠満載です。右も大きなバンカーが口を開けて待ってます。お、スライスしないね今日、今回の。あ、ナイスショット、乗った乗った、フレンドリーバウンド、ナイスオン。ゆりか選手、なんと8ホール連続パーオン、ショット好調です。さあ約5メートル弱、賞金を重ねることができるか。アンダーパーのみ賞金です。打ってない、距離感ぴったりです、うん、距離感はあとプラス50センチ。まあナイスパー。9番ホールパー5ですが、今回の大会ではパー4400ヤードで使います。ゆりか選手、左に引っ掛けて飛んでしまうと池に入ってしまいます。真ん中狙いです。ナイスショー、いいね、なんかドローかかって飛んでるよね。409ヤードのパー45番アイアン。ちょっとドロー気味ですが、ナイスオン、ワンピン。おお、前半3、最後9番ホール409ヤード、パー4見事パーオンしてバーディーパットです。これを入れると3アンダー。おお、3アンダー、ありがとうございます。9ホールで3アンダー全部パーオン、プロみたいじゃん。プロです。